ジョギスー・イーティンは、アメリカ合衆国の女優。ABC のシットコム、フルハウス及び、同作のスピンオフであるネットフリックスのシットコム、フラーハウスのステファニータナー役で知られる。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。身長168センチメートル。兄弟はいない。1986年、ホットドッグの CM でデビュー。 1987年から1995年まで放送されたアメリカのシチュエーションコメディフルハウスはオーディションなしでステファニー・タナー役に抜擢された。1995年までの8年間ステファニー・タナーを演じその後も数多くの番組にゲスト出演している。フルハウスのプロデューサーであるジェフ・フランクリンも彼女の演技力、飲み込みの良さ、 女優としての心意気は大絶賛している。2006年7月にはアメリカのテレビ番組パンツオフダンスオフの司会者となった。2007年にはフルハウスで父親のダニー・タナーを演じたボブ・サゲット監督の映画童貞ペンギンに声優として出演している。2016年よりネットフリックスで配信が始まったフラーハウスに フルハウスと同じステファニー・タナー役で出演している。カリフォルニア・シュー・チャップマン大学の卒業。高校時代は、同じ学校に通っていたマシュー・モリソンと一緒に、劇場でミュージカルを演じていた。ジョディは20歳で、ロサンゼルス市警察に勤務する男性と結婚した。しかし、2005年にスー・イーティンの薬物中毒が発覚し、夫は、これが警察官の地位を危うくしたとして、 離婚を申し立て、2006年に離婚が成立した。2007年7月14日、スー・イーティンは、俳優のコーディ・ハーピンと再婚した。2007年9月13日、妊娠を発表した。2008年4月12日、第一子の女児を出産。しかし、働かない夫に嫌気がさしたため、離婚申請し、2010年に離婚が成立した。2010年5月、 dj のモーティコイルの子を妊娠したと発表し、同年8月31日に第2子の女児を出産した。2011年29歳の誕生日にコイルのプロポーズを受け、婚約に至り結婚するが、その後1年3ヶ月で別居し、離婚を申請。2016年1月、ジャスティン・ホダックとの婚約を発表。9月にモーティとの離婚が成立。2005年、 パーティで倒れて、緊急入院したことで、薬物依存が発覚した。フルハウスで共演した、ジョン・ステイ・モス、ボブ・サゲット、オルセン・シマイラの激励もあって、リハビリ施設に入所し、6週間の集中治療を受け、同年3月には依存症を克服した。米 ABC テレビ、グッド・モーニング・アメリカのインタビューに出演した際、2004年に、解雇による、 喪失感などからメタンフェタミン依存症となり、毎日常用していたことを告白。その中で、夫や家族、友人は、私が依存症であることは知らなかった。と話した。合わせてこの頃から、男子もしている。2015年にジョン・ステイモスが飲酒運転で検挙された際にもサポートしており、このおかげで酒を断つことができたとステイモスが語っている。 フルハウス終了から15年以上経過した現在でも、共演者との親交が深く、非常に大きな存在である。ABC のインタビューでは、本当の家族のように、一緒に笑い、一緒に遊ぶなど今でもお互いを愛し合っている。と話した。依存症克服には、同作の棚明けの存在が大きかったという。スー・イーティンの結婚式には、フルハウスの関係者が多く出席し、 長女の DJ 役を演じていたキャンディス・キャメロン・ブレの娘がフラワーガールを務めた。スー・イーティンは自身が出演したフルハウスをフルで見たことがないと語っており、2006年に ABC テレビのインタビューの中で世界中の多くの人々が5歳から13歳までの自分の成長を見ていることは少し奇妙な感じがすると語った。家にテレビはなく娘が タブレットで見ている際に部分的に見るだけであると明かしている。ありがとうございます。